2007年の1月9日、この端末を見たときに本当に衝撃を受けたんですね。もう背筋がこう凍るぐらいの、すげえなーということ で、その頃我々高速の技術者というかですね、そういう形でやっておりましたので、この画期的な端末を工場内で使えるようにしたいというのが我々の保護ガラスの出発でございます。で、この接層構造の方角ガラスっていうのを作っていくような形になったんですね。で、最初は iPhone3 の時は開発がまだ間に合いませんで、iPhone4 の時からガラスを作りました。で、ただこれは一般には販売されているガラスじゃなくて工場用ですね。本当に工場の技術者たちが床に落としちゃうと割れちゃいますから、でそれを守るという形で最強のスペックで作っていたのが我々の技術でございます。で、全国の工場、トヨタの全工場を回ったとかいろんなことをやってたんですけれども、それで大体このガラスというのが注目を集めまして、これは製鉄会社です。製鉄会社の中で使う、スマートフォン、iPhone に我々のガラスが帯電してると使えないんですね。それで無帯電ガラスということで採用されました。で、これは今でも続いてますけれども、ソーウェーブさんですね。で、ディスプレイの強度実験というのを我々が担当しております。で、なかなかうまいこといかなくて、ここは110g の鉄球を落としてやるもんですから、バリバリ下の方の端末が割れちゃうんですね。で、うちのガラスは割れないんですけど、下のディスプレイが割れちゃったら採用不可っていう感じになるもんですから、もうどうすりゃいいのって、もうガラス強くすりゃいいのにっていうような話なんですけど、やっぱり予算があるからガラス強くできないから、上に貼るやつ強くしてっていうような話なんですけど、まあ、こんなことをやりながら、ようやくコンシューマー用ヨドバシさんとかいろんなところに販売するようになったっていうのが、まあ、私どもの歴史ということですね。で、順調にいくような感じでおったんですけど、iPhone6 が出た時に、これまた今まで開発したものが全部使えなくなっちゃったんですね。で、皆さんも iPhone6 の時には好き嫌いが相当出てきたと思うんですけど、結局局面だったということで、フラットで作ってた最強のガラスっていうのが使えなくなっちゃって、これでもうえらいこうどうしたらいいんじゃということで、研究に奔走するような感じになったんですね。で、曲がったガラスを作らないといけないし、で、いろんなことを作ったんですね。この袴型っていうのだとか CNC 型っていうので研磨したりなんだりして作ったんですけど、大丈夫ですか。袴型っていうのはこう、プラスチックをガラスに履かせて 3D にしちゃうってやつなんです。で、これは開発結構大変だったんですけど、やっぱりダメで5万枚捨てることになりまして、で、今まあ主流になっている CNC で 3D で研磨するっていうのもやったんですけど、やっぱりボロいんですね。で、欠けちゃうんで、やっぱこれもダメだということで、困ったなぁということで、どうしようか、それで開発しましたのが、ディスプレイの部分だけガラスにして他変えちゃおうと、これですね、異素材融合型というのを世界で最初に開発させていただきました。これは一世を風靡したような感じになったんですけど、まあ、あれが資金力がないですから、大体中国で作ってますので、一世に真似られたっていうのが本当のことなんですが、メタルを使ったりいろんなことをやりましたね。で、最終形態というのが硬質アクリルを使った非常に硬い、ニコンさんとかキャノンさんの、ファインダーの中に使ってた素材、これを分けてもらって最終的に作ったというのが最終形態です。そして 3D 型というのを、どんどん見つめていったというんですかね、曲げガラスということで、最初はまあ簡単なものだったんですけど、だんだん15段階から22段階まで持ってきて、で、今22段階の調圧工法というのが最終ということですね。
でこの曲げをやっていく間に日本板ガラスさんというところと包括提携をするような形になりまして、今日本板ガラスさんと一緒にやってます。でこれは皆さんのお使いになられているガラスの素材としてはあんまり聞いたことがないんじゃないかなと思うんですね。ドラゴントレイルとかゴリラガラスっていうのが有名だと思うんですけれども、でこれを我々がやるようになったいきさつというのは、これから大型の大画面のものを作っていかないといけないということになったときに、まずフロート法という製法じゃないと大型のものを作ることができないんです。ですから、このフロート法で、一番大きなガラスを作ることができるという技術と、薄くすることができるというのを、これを一緒に提携して、このガラス。で特にブランドとしては、グラノバというアルミのシリケート、これを我々が全面的に採用して研究開発をしていくという形になって 3D を極めたということなんですね。でこれは今の22段階の調査方法のものです。で、iPhone X 用、これが実は後ろの方に、うちのブースがあって、皆さん後から見ていただきたいんですけれども、iPhone X 用のガラスというのがあります。でこれが最初の型番、開発ナンバー X01 というのが一番最初に発売に間に合わせて作ったんですけど、このガラスが絶不調だったんですね。でクレームの嵐になりまして、もう穴があったら入りたいみたいな ところがあってですね、で、こんなことを言うのも今日は原点回帰ということで何でも暴露してしゃべるということなんですけど、本当にひどかったんですよ。で何が原因だったかというと、ぴったり作りすぎちゃって貼れない。で普通の人が貼れるガラスにしろということで、ということで改訂バージョンをすぐ作り直しました。これが日本型の改訂バージョンというのが2番目ですね。それで、それを発売したら今度、この耳のところからゴミが入るぜって言われちゃってですね、じゃあうち金もないけどもう一回作り直すしかないかなと思ってもう一回作り直したんですね。防塵型ということで完全にホコリが入らないような、転用のものを作りました。これが第3バージョンということ で実は今日後ろに置いてあるものは最終バージョンです。で次の機種が出る頃になってようやく最終バージョンが出てくるバカな会社ということなんですけれども、皆さん温かく見守っていただいて、でこの最終バージョンはですね、3万回の摩擦摩耗のヤスリに耐えます。これが今のところ世界一だと思うんですね。私の実は専門は日本トライボロジー学会の正会員という研究員なんですけれども、トライボロジーというのは摩擦摩耗軽減学、バナナで滑ったら転んだらどうなるかとかそういう学問なんですよ。さえあれば憂いなしと申します。遥か彼方、東京都多摩市長山から、実はもう一台プロジェクターを持ってきておりました。さすがユーマグ、ユーマグさんのですねプロジェクターを持ってきまして、実は、さらに後ろにです、もしもこのユーマグのプロジェクターがダメになった時に備えて、上に今ちょっとねお眠りしたっていうプロジェクターとほぼ同じものが後ろにスタンバイしております。はい、これで安心でございます。それではですね、すみません、先ほど途中で中断してしまいましたけれども、弓島さんのプレゼン、5分間ですね、残りやっていただきたいと思います。ちょっと光量が、劣りますので、一旦ブースの方をね、会場の方はほぼ真っ暗にして、続けたいと思います。それではすみません、弓島さん、お続きお願いいたします。ということなので、ほとんどなくて、大体ちょっとざっと皆さんと一緒に見ていきます。これはスーパー 2D っていう、あんまり聞いたことがないと思うんですけど、ギリギリまで、2D なんですけど、ギリギリまで拡大させて作っていったというものですね。で、結局 3D でずっとやってきたんですけど、
結局フラットが良かったという結論が iPhone の場合は出ました。これは私たちの、あれなんですけどね。で、どうしようかこの 3D の技術というような感じなんですけど、やっぱり原点回帰だということなんですよ。それで作ったのが今回のこのガラスということですね。エクセレントっていう名前を付けました。後ろの方に置いてありますので皆さんぜひ見てください。で、このコンセプトは誰でも器具なしで簡単装着、最高品質で丈夫で長持ち、端末機能を一切損なわない専用アクセサリーと併用できるということで、ユーザーから見れば確かにこれがいいことづくめであるというふうに思っております。で、形状を大胆に変更ということで、センサー部、ここを大きく変えました。それから貼りやすさ、誰でも簡単に貼れます。で、で伝統の自動吸着システムはそのままですので、もうポッと指で触れるだけでスーッとそのまま吸着します。何度も貼り直しができるということですね。で、ここだけちょっとお話しさせていただきたいのは、スリミングをしていませんというふうな、これはどういう意味かというと、これはうちの昔からこだわってたところなんです。で、今回のガラスは 0.28mm です。で、今まで八田ガラスは 0.33mm までしか作らなかったんですね。で、その理由というのは、実はゴリラガラスの場合は 0.4 までしかゴリラガラスと言っちゃいけないんですね。で、それ以上薄くする場合はスリミングということをやります。溶かしたりとか、あるいは削ったりするんですけれども、そうするとガラスの組成は変わりますから、実は強度は落ちるんです。で、我々は無垢のガラスにこだわってまして、前の一番薄い無垢ガラスが作れたのが 0.33 だったんですね。それで 0.33 より薄くはしなかったと。で、今回日本ガラスとがっちりと打ち合わせをしまして作って、最初から 0.28 の作っちゃった。で、それで今回は、この薄いガラスで強度が同じものを作ることができたということでございます。これはもうかなり画期的なものなので、ぜひ手で触れていただきたいと。で、ダブル強化エッジにしておりますので、周りはフッ酸で舐めております。溶かしているということですね。CNC の研磨ではありません。研磨の番数いくら上げてもマイクロクラッカー落ちます、取れませんので、我々は溶かすということをやっております。それで、コーティングも今までより相当分厚くしました。これ3年前から我々はこの形でやってるんですけども、撥水角度が118度、世界最高を維持しております。それからメーカーのアクセサリーの親和性がいいということで、あと10月の末に特殊仕様が出ますが、これはもうね、割愛しますので、覗き見防止とブルーアイドカットと、アンチグレア、これそれぞれスペックとしては世界最高ですということでございまして、実は欠品中だと言われたんですね。で、瞬殺で売り切れまして、で、ただ AUGM のこれがあったもんですから、それだけは確保しておいたんですよ。10枚ぐらい、多分さっき結構売れましたけど10枚ぐらいずつ残っていると思いますので、そういうことですみません、恐縮です。うちの会社ちっちゃいのであんまり作れないということなんですけど、皆さん応援してくださいませ。特別価格ということで今日は販売させていただきますので、これからまた原点会議で末永く応援していただければ。